こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日小笠原のあれが入ったね、テレビ ね、うん、あれ安子ちゃんが教えてくれたん。そうそうそう、すごいね、よく気がついたね、うん、なんかいや予告やったんだって。あ、そう、うん、それ見たんだって。うーん、おかげであなたが録画してくれたんで、うん、私も夜一緒に、キエと一緒に見たんだけど、綺麗、うん、に映ってたね。まあ父島ね、うん、うん、で小笠原まで新しいのね、うん、うん、あんまり詳しくは出なかったけど、もっと私としてはもっと古いんだけど映してほしかったけどね、うん、うん、なんかレストランとかもちょっと変わってた、うん、すごい変わってた、ちょっとおしゃれな感じ、ラウンジも変わってた、うん、なだからあれもな、部屋もな、うんうん、なんだかこうちょっと簡単な仕切りがあって、そう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 、うん、なんか楽しみだよね、うんうん、どんな風だろうね。いや、あの海の青さ、あれちょうど撮影した日も良かったんだろうね。良かったのよ、綺麗に、うん、ね、あれね、うん、まあでもあの海は綺麗だよ、うん、なかなかああいう面見れないね。いや、今年はね、消えって言ってたんだけど、シャコタンってシャコタンブルーの海を見てきたわけだよ、うん、まあとてもじゃないけど冷たくて入れないけどさ、うん、でまたボニンブルーの小笠原の海を見るわけですよ、うん、で消えはまた今度世界一周に行ってさ、そうだな、どこだかでシュノーケリングするんだよ。バハマのだよ。バハマだけか、うん、幸せだよね、うん、いいじゃん、うん、うん、でも小笠原さ、あんな住み着いてる人のことやってたじゃん。どうやってた？あの、要は若い頃っていうかさ、うん、ね、そうそう、夏にこう、うん、バイトに行って、結局そこで素敵な人と出会って、うん、結婚して住み着いて、今子供がいてみたいな。うんうん、基本的に観光に関わる方はね、本州の人たちだね、うんうん。うん。そうそうそう。うん、いや、多いよ。若い人も多いしね。そう。子供も多いしね。ちっちゃい子も多いしね。にぎやかだよね。うん。夜は全然シーンとなるけどね。うん。うん、そう。やっぱまあ、自分で家建てたりとかしてるよね。うん、うん、うん、だね。手作りの家とかさ。すごいよね。ね、だから、やっぱああいう、こう、ことが好きなのか、まあ好きになるのか分かんないけどさ。うん、なんかあの島ならできちゃうのかもしれない、うん、もしかしたら。そうだね。うん、余裕、心に余裕があるからさ。うん、そうそうそう。で、まあ、毎日ね、T シャツ短パンでいいんだからさ。うん。な。T シャツ短パン魚さんね。はあ、うん。な。うん。うん。で、それだよ。そんな、やることもないしな。そうないと思うけど、それは必要だと思うけど。うん。だから、家でも作ろうかって気になるかもしれない。うん。でもさ、結局、小笠原丸がつく、小笠原丸が出航する、うん。それがもうなんか生活の中の大きなさ、うん、柱というかさ、うん、まあ、リズムだよね。リズムだってね、うん、それが来ないと、頼んでる荷物もつかない、そうそうそう、宅急便もつかないっていう。そう、うん、そういうことでしょ？そうだよ。うん。うん、まあね。独特のあれだよな、暮らしになるよな。それはあると、うん、もうその時しか行けないからな、うん、小笠原丸が動く時しかな、うん、でもその何だろう、うん、その瞬間瞬間を生きるっていうかさ、うん、なんか私結構嫌いじゃないっていうか好きだよ、うん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 、そうだな、うんうん、今ここでしかできないっていうかさ、そう、うん、今だからできるみたいなさ、そうなんだよね、だからもう行ってしまえばさ、うん、もうさ返してくれって帰れないし、ちょっとじゃあのおばあちゃんがさ、うん、小笠原のいいところって言ったらさ、うん、悪い人がいない、そうだね、悪いことしても逃げられないからって、本当にこう山の方へ行くかどうかな、山でこうだからなんかさこもってさ里に降りていかないとするしかないよね、うん、うん、そうだよ、うん、うん、そう、でもまあああいう中ではさ、うん、そういう気に悪いことをしようなんて気にならないかもしれないしな、そうだね、うん、する必要もないのかもしれないな、そう、そう、特にさ、うん、そうなんだよね、余計に稼ごうとかさ、うん、な、そういうこともないし、うん、うん、まあ、あそこで1週間あるいは2週間行ってさ、うん、うん、心の選択ってよく言うじゃん、うん、な、うん、なんか、うん、ちょっとリセットして帰ってくる、うん、自然というものをもっとこう感じながらさ、うん、うん、で都会帰ってくると、うん、ね、いいんじゃない、うん、いいよね、うん、来年も行こうって思っちゃうんだよね、そう思うよ、うん、うん、また来たいなって、もしかしたらまさしくおかえりなさいの世界だよね、そうそうそう、うん、うん、だから今回リピートが何人だ、王ちゃんと孝太郎と、そう、私たち3人、3人5人か、うん、な、うん、で初めての人たちがいっぱいいてね、行って、うん、うん、ね、21人だからな、なんとって、うん、楽しみだよ、ね、え、ほんと楽しみ、うん、でどういう風なね、いろんな、ね、ドラマもあるだろうしさ、うん、な、うん、みんなね楽しみしてんだよね、うん、一回は行ってみたかったっていう ね、なかなかチャンスがない、だから行こうと思ったら行けそうな気するんだけど、うん、やっぱりハードル高いんだよね。なあ、うん、昨日テレビは一人旅の女の子が多いっていっぱいいたね。あったけどさ、一人で行って向こうで誰かとお友達になるとかさ、ね、うんうん、それもいいけどさ、うん、うん、まあなんかだ一人旅みたいなもんなんだから、知らない同士が、うん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 、な、竹芝で
出会ってさ、うんうんうん、そこからスタートだからさ、船の中でなんとなく連帯感が生まれてさ、そうそう、うんうん、あるよね、そう、うん、でまあ向こう行ったらもうなんかね古い友達みたいな形で、うん、ね、うん、でそこからワイ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 と、うんうん、いや本当に何時間を過ごしていくという。去年はさ、ほら手相のさ、うん、先生がご一家でいらっしゃってて一緒だったじゃん。ああそうだったな、うん、今回もほら西本先生の講演会にさ、いつも来てくださる、そうだったな、あの愛さんが、その名前出していいか分かんないけど、愛、うん、さんがその船に乗るんだよ。そう言ってたな、うん、だから船で絶対三橋、竹芝桟橋で絶対一緒になるよ、うん、そうだな、うん、うん、面白いな、そうだそうだ、うん、うん、そう、うん、まあだからその小笠原というキーワードでね、うん、なんか急に人間同士が親しくなれる人とね、うんうんうん、人とね、あるあるある、うん、この間、うん、あのある出版社行ってさ、うん、そこ初めてでお邪魔して、うん、そこの編集長を紹介してもらってね、うんうん、で、社長と編集者と4人でいる話してね、うん、で、小笠原の話したらさ、うん、その編集長って人がさ、うん、いや、行ったことありますよ、つって。随分前らしいよ、うん。いや、実はあの、小笠原丸ができた頃だったかなって。おー、すごいね。この間引退した小笠原丸が本当に、うん。うん、デビューした頃だっていうわけよ。あ、そう。で、まあ、二公開ね。歴史ありだね。うん、二公開行ってきた、つってね。行ってたよ。うん。うん、だそれだけのことでさ、うん、もうぐっとそのね、うん、うん、距離が縮まるわけ。うん、今度行きましょうよとかさ、本当だよね、嬉しいね、うん、そっか、うん、だからね、まあ行って今度はねどんな話題が盛り上がるかね、うんうん、楽しみなんだよね、そうだね、ね、まあね、おうちゃんが一つね、うん、ちょっと大きな動きを今始めたからさ、そうだね、ね、そういうのにさ、うん、興味ある人はこう関わっていければいいしな、うん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 、うん、いや幸せですね、うん、うん、あ、もう本当にもうすぐだから準備しないけど、ね、そうそうそう、準備しないとな、うんうん、でもね、やっぱりね、全てのものは用意されているってこの世界では言うじゃん、うんうん、昨日もちょっとねお客さんといろいろ話をしてて思ったんだけどもさ、うん、どうしてこう、だから必然なんでね全てね、うんうん、そうそうそう、昨日もちょっと体占いを通してさ、いろんな、うん、いろんな見方をしてったんだけどもさ、うん、やっぱり必然なんだよね、うん、だから私はすねなんだよ、うん、で自分でもさ、と思ったんだけど、すねって言うとまずピンとくるのが計画性でしょ、うん、あなたは左脇なんだよね、うん、左脇って何って言ったらなく待ってればいい、うん、そうそうそう、うん、いやそれって、まあなたの場合は絶対ドンピシャだよね、本当に待ってればいいって、うん、もうこんなもう次々こうと素晴らしい導きがあってさ、うん、幸せだよね、うん、うん、でさ、うん、と私の場合は計画性って、いやそんなに私計画性があるほど自分では思わないんだけど、うん、でもこうやってなんかみんなでやろうとかって時にさ、うん、多分なんかがぜんそういう能力発揮してんだよね、うん、きっとね、そうだよな、そうそうそう、うんうん、だって常にあの次はこれやるあれやるって、うん、考えながら生きてるわけじゃん、うん、なんか本人はそんなにきちんとなんか机に座って計画を立てるってこう認識ないけどさ、うん、私の中にやっぱりなんかそういう特徴ってきっとあるんだよね、そう、うん、だからその特徴を生かしていかないとさ、うん、本当そう、だから俺のようなタイプの人がね、うん、一生懸命営業してる動き回ってさ、そう、なんとか仕事を取ろうみたいにさ、売り込み出したら、うんうん、俺でズレが出るから、そう、せっかく神様が応援してくれてるのにさ、うん、そういうことだよね、神様が応援してくれてるのに顔を張ってさ、そうそうそう、俺がってやったらさ、そう、ちょっと違うんだよね、だから待ってりゃ楽ですねって言うけどさ、うん、それは俺だから楽なんであって、うん、また別の違うタイプの人はさ、うん、待ってることは苦痛になるわけだ、もし私がさ待つだけの人生だったらきっと無理だよね、無理だよ、自分で計画を立ててやることが私にとって一番向いてるんだったら、そうそうそう、計画も立てずにさ、うん、フラッと来るものを待つってさ、うん、多分私は気くるよね、そうだよね、きっとね、そうそう、うん、うん、だからまあ小笠原だってさ、うん、ね、そんなにこうシャニムに集めたわけじゃない、うん、ね、なんか、うん、ひょっとした縁の中、ちょっとした縁の中で、うん、ホピの、ね、予言の上映会とかさ、いや今回ホピの予言の上映会はすごいチラシ配ったら行きますなんて、高かったな、2組だよ、パパーンって決まってね、うん、嬉しかったよね、本当かいなと思ったよね、うんうんうん、考えなくていいのと思って、ね、だから本当さ、その会ってさ一緒に行きたいと思ってくれたことがさ、すごく私は嬉しいわけ、もちろん小笠原の魅力でもあるんだけどさ、もしすごく嫌なやつだったら絶対あいつらと行くもんかと思うじゃん、うん、 それをさ、小笠原さんたちと行ってみようかなと思ってくれたってことはさ、私ほんと嬉しいんだよね、そうだよね、だからといってあんまりさ、こちらが力みすぎるとさ、そう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 、今度はまた記憶するから、ね、違うんだよね、だからベタベタするわけでもなく、このなんか緩さがいいという人が集まってくるんだってさ、うん、だからもっときちんとしたツアーはいっぱいあるわけで、そうだね、だそれがいいって人もいるわけだから、うん、
あのバスツアーのようにここに泊まってなんとかでとかってね、うん、それは多分私たちできないからね、うんうん、そうなんで自分の良さを生かしてさ、左脇の良さと砂の良さを生かして、うん、行きましょう、はいはいね、じゃあもうすぐ朝原です、はいね、楽しみだね、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。